はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はストレイキャットドラーズ2をやっていきたいと思います。さあ前回、電車が解放されましたので、ここやっていきたいと思います。おや？なにこの悲しげなオープニングは。あ、服着替えるの忘れた。はい。その前に他は何かある？他は何もない。ハトだ。ハトは特に意味がないんだ。笛がいる。なんだいこれは。ボタンが一個足りないかな。通れない。なんかないか。お、なんかある。なんかの鍵だ。ここは通れないんだよね。鍵は関係ないか、さすがに。これでも一個足りない。お、なんかあるぞ。これが揃った。あ、で鍵で開ける。カメラだ。よーし、この撮影、写真撮影禁止のところで撮っちゃうよ。逃げたよ。絵の具ゲット。お。笛ゲット。とりあえず笛渡してこようか。はい。あ、待って、橋まで見てないんだけど。なんだこれ。なんだ。謎のメモ。なんか水に紙が浮かんでるので浮かべてみるか。あ、なんか浮かび上がってきた。1と2と書いてあって。
黄色、緑、青、緑、黄色。はて。黄色緑にして、いや、そういうわけじゃないのか、これ。ちょっと待ってね。これ1の時に右左でこれを揃えるんじゃない？黄色緑なんですけど、違いますか？これも黄色緑にする？違うの？全部黄色にしてみる？あ、違う？え？な、え？ごめん、よくわかんない。だいたい2の方はなんで3本あるの？縦と横2本ずつしかないんだけど。この間のヒント見る限り、なんかあんまり有益なヒントがもらえないんだよね。黄色緑だよね。で、これも緑に揃える？なんか違う気がする。黄色緑って揃えるんじゃないの？わからん。なんや？ん？何これ？
ああ、横線もあるのか。そういうことね。待ってよ。黄色緑の、縦が黄色緑で、赤、青か。で、2の方が、なんだっけ、青、緑、黄色だっけ。で、緑、赤、黄、かな。ちょっと一回見てきていい？青、ああ、あとだと。よし、じゃあ行こうか。いやー、このヒント気づかんかったらもう永久にさまよってたよ。まず、黄色、緑に揃える。で、赤、青かな。あれ？これでいいんじゃない？あ、よかった。よかった、よかった。で、今度は、青、緑、黄色かな。で、黄色が。んーで、緑、赤、黄色かな。緑、赤、黄色？どうや？オッケーオッケー。やっと出れる。他は特にないね。見落としはございませんね。2色目ゲット。お、なんかあるぞ。特に何もなかった。うん、窓見るだけなのかな。かわいい。なにこれ。ん？ん？ 4、9、3？ 月の方向が関係あるかな。なんだ？なんだろう。なんだろう、すごいわからんけど、お皿の星とか三角が関係してるかな。かな。なんかお肉みたいなのとか並べてある。もう、とりあえず次行くか。これは何？あ、はい。さっきのヒントだと、下に空いてる方が3。上が空いてる方が4。で、右が空いてる方が9かな。オッケー。なんかフレームもろた。で、
わからん、なんだこれ。なんだこれ。今度はまた記号が違うな。四角三角丸星で、なんか真ん中のソースがあって、なんか肉か魚の焼いたやつと、なんか謎のものが置いてある。わかんな。ちょっと待ってね、ヒントもうちょっとない。また位置が違う。上が丸、左が星、下が三角で四角で、この料理は何だろう。あ、ここは、あ、ここもある。へえ。お皿の並べ方は隣と一緒だね。お皿っていうか、これなんだろうな。数字か10とか。いやでもこれ数字的にはちょっとよくわかんないな。星を下と見た場合の料理の配置か。そうなるとこうかな。で、反対の銃みたいになるかな。こうかな。で、星が下だった場合はこうかな。でこれか。なんか不思議な3つ料理が並んでったやつだよね。なんか葉っぱがのっとるやつが、葉っぱがのっとるやつか分かんない、これ。ちょっと待ってよ。こうだと思う。よし、じゃあもう手落ちはありませんね。じゃあ行きますか。絵の具ゲット。入れる。とりあえずちょっと絵の具を収めてくる。あと一色なんだよね。1号室みたいなとこ。お、なんかレバー発見。で、違うか。どっちも違うな。こっちはもう先行けないんだ。じゃあここ入るしかないな。
あ、傘とか持てない。なんだこれ。順番がわからん。あ、ここで取っ手を使う。お、あったぞ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。丸三角、団子。団子、なんか小さい山。あ、かな。はい。じゃあ、ん？あ、間違えた。違うんです。丸三角団子、これ。え、違う？あ、スタートが違ったのか。もうなんもないね。スタートが分かんなかったね。まあそれはいいや。じゃあ絵の具出たけど、ちょっと待って、これはなんだ。あ、この三角から最初ですよっていうヒントがね。はいはいはい、分かったよ。じゃあ塗る。オッケー。まあまあかかったかな。でもなんか手紙みたいなのゲットしました。じゃあ出ますか。いいね、電車旅。ちょっとチラッとだけおまけステージ見といていい？次回はこの、あれ？あ、部屋が開放されました。この辺は次回かな。おまけステージだけ見といていい？電車のおまけステージ。おまけを遊ぶ。おまけがどうも4ステージあるのかな？おまけ4の1だけ。ミルクを探そう。はい。え？何だったのか今のは。関係なさそうだな。これ広いぞ。広いぞ。ミルクを探そう。なさそう。こっちには当然ないな。多分なさげ。ミルク。こっち行ってみようか。ミルク。これ違うんだ。あ、次も行ける。ミルクはどこですか？これ何？
犬を追っかけていけばいいのかな、ひょっとすると。こっちの橋の方まで行けなかったけど、特に何もなかったかな、本編では。こんな橋の辺に落ちとるとかはないよな。そんなひどいことはないな。ゴミ箱の裏のミルクとかやだもんな。犬、ワンちゃんを探せばいいのかな。おや、いるじゃん。ワンちゃんはいずこいる。あ、ありましたよと。こういうミニゲームか。どうぞ。やったー。いやでも食堂車って憧れるな。よっしゃ、よし。というわけで、まあいろいろもらったところで今回はここまでにしておきたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はこれなんだろう、おもちゃ屋さんみたいな感じかな、わかんない。アパート？では、失礼します。